はい、では今回は、実数 t の値が変化するときに、x と y という文字が t によって変化して与えられて、その点 xy が、まあ、座標平面上でどういう図形を描くかということですが、今回 x は 2t-1 という一次式になっていて、一方 y は t2乗-t+3 という二次式になっています。そうすると直感的に x が t に対して1次変化して y が2次変化するから、 x と y の関係式は2次関係式、まあすなわち2次関数になるんじゃないかなということに気づいた人は結論から言うと正解なんですが、そのことの厳密な意味を追っていくにはやはり代数をやる必要はどうしてもあって、でまあ最終的には代数で奇跡を求めていきますけれども、まず図形でやります。それはどうするかというと、 t の値を順々に変化させていく、で固定してその時の x と y の値の関係見るわけですよね。そうすると t が0の時に x が -1 であって y が3なので、 -1 の3という点は通る。まあこれはいつもの通り毎度のことですけど、丁寧に図を書いていく、そして奇跡の様子を見るわけですね。で背後に図形的意味があるわけですから、その図形が頑張れば書ける以上は書いてください。頑張って書いてください。この努力を怠る人に対しては、私は味方するつもりはないので、で t イコール1の時、これ延々とやります。延々とって言ったって、早ければ早いほどいいので、それは慣れてください。まず丁寧にやるとこからスタートして散々慣れていく。 x イコール1であって、 y イコール1-1+3 なので3ですよね。そうすると t イコール1の時は、13、ここか。本当にこんな点通っていいのかな。対称 x1 ですね。まあ後から書くか。で t が2の時、x が3であって y が、4-2+3 なので5 今回はちょっと変化もだいぶ派手なので一気に結構遠くまで行っちゃいそうですけど、で、もうちょっと行こうか。 t が3の時 x は、5、x はまあ2ずつ飛んでるわけですけど、 y がいくらかっていうと 9-3+3 なので、まあ9、6、7、8、9、これ2次になるのかな、なるのかな、本当に。まあ、直線ではなさそうです。なんかここはもう曲がってますしね。で、あと t が -1 もやっておきましょうか。x イコール -3 の y イコール、-1(2)-1+3 ですから5か。x が -3 の y が5。なんか対照的になってるという意味では、放物線期待しても良さそう。で、求める奇跡の候補は、だから必要十分かどうかはともかく、なんかこんな風に曲線で、放物線だといいなですけど、とりあえず曲線で書けそう。求める奇跡。まあ、求める図形ですけど、こっちが格好だな。図形って言われてるから、図形が奇跡の形で描けるって言ってるんですよね。奇跡という意味を持って捉えてよろしいと言ってるのであって、この放物線だったらいいなと。なんか二次関係式になりそうですけど、それは厳密にはやはり代数でやるべきであって、で、あとはその上 の奇跡としては山ほどいますけど、どうなってるかっていうと、この点が t イコール0で、ここがt イコール1に対応する点で、ここは t イコール2に対応する点で、ここが t イコール3に対応する点であって、でここが t イコール -1 ですけど、だから t を動かしていくと、多分この間縫って点点点点点っていくような感じになるんじゃないかなと期待されるわけです。それから
この軌跡全体は放物線で書けちゃう、放物線だといいな、なんか曲線で書けちゃうと思いますけど、それは本当は必要条件であって、だから軌跡はこの曲線からはみ出さないけど、この曲線上の点が常にこういう風に書けてる点かどうかっていうのはちょっと議論がいるわけです。で、そのことを気にしながらやっていくと、x イコール2t スク1より、これも t を x で表して y の式に代入します。 t イコール2分の 1x足す2分の1で、これを代入してと y イコール t は2分の 1x 足す2分の12乗引くことの t2 分の 1x 足す2分の1足す3は4分の 1x2 乗足す2分の 1x 足す4分の1引く2分の 1x 引く2分の1足す3で、ここは消える。一時の項消えるから、4分の 1x2 乗足す、足す3引く4分の 1x1 になるから、足す4分の12引く4分の1だから4分の 11? と。これが、求める。図形の方程式の必要条件なんですよね。だから求める図形 x と y っていう点全体が描く軌跡はこの式が表す図形、すなわち放物線からはみ出すことはないんです。だからこの放物線だということが今分かりましたが、この曲線で覆い尽くせてはいる。 y イコール4分の 1x2 乗足す4分の11で、さらに十分性を確認しますけどに、x イコール 2t-1 っていう一次式で表されているので、と t が実数全体を動くときに x も実数全体を動きます。で、 t がいろんな値をたたたた取っていくときにマイナス1、0、1、2、3ってずっと、下から上までぐるっと取っていくときに x もx 座標自体は 2t-1 だから、それを2倍して1を引いたものっていうのは実数全体から実数全体に移ってるので、実は進むスピードとかは違うんですけど、ずっと左の方行こうと思ったら欲しい値の半分ぐらいにしとけば大体x が3つ、t が3つあるわけですよ。その x が欲しいための。だから x 自体は全体を動くから、放物線の x 座標自体は実数全体があるのであって、そうするとそれに依存して y は1個決まるので、 y は x の関数として x 決まれば決まるので、 y は実数全体は取れないですよ。なんでかっていうと、ここ放物線だからここより下には来れないわけです。ここは4分の11か。だからそれでも xy 平面全体で定義されている関数だということはできるので、あと y の地域が全体にはならないから、定義域 x が実数全体だという言い方ができますが、それは帯域的な、実数全体で定義された関数だということができるので、で、これで十分性を確認したことになってるわけです。だから求めた軌跡の必要条件であった放物線上の点全体がこういう風に表せる点だっていうことです。で、これで確認ができました。以上より求める図形は放物線ですと。で、その式もちゃんと求まっていて、y イコール4分の 1x 足す、2乗足す4分の11であると。
この式ですね。まあこれも形式的に言うと、柔軟性を気にしないんだったら t 消去すれば終わりであって、で、丁寧にやった上で改めて x が t の1次で y が2次だから y と x の関係はなんか2次関数になる。y が x の2次関数、つまり y が1次に対して x が2次という関係式だということは想像通りなわけです。ただ t が実数全体を動くときに x 側は実数全体に通れるけど y は実はこれ t について平方完成してみるとわかりますけど、どうなってんだ、 t 引く2分の1の2乗足す4分の11になってるかな。だからこれっていうのは4分の11以上の値しか取らないから、y の値域の方はこっから上しかないわけです。ここね、でこっちはないわけです。だもしここで x も二次式みたいなことになってるようだと x 側にも縛りが来ちゃうので、まあ x と y の関係式微妙ですけど、実数全体的な関係式になれない可能性もあります。あるいはなんか円みたいに閉じちゃって結果的に x の範囲も制限されるというような、でも帯域的な関数という不思議な状況を呈してくることもありえますけれども、まあ一般には注意結構ですよ。ただ今は x が t の一次式だったから、t が実数全体なら x も実数全体っていうのはそんなに苦もなくできてますけど、一般にはもっと大変なことはいくらでもあり得ます。ですからこの場合はあんまり大した雛形ではなくて、ただせいぜい y が2次になったと、そのぐらいで、で今回はちょっと y 側に2次がいるからのベクトル方程式ではちょっとうまく書けないかなという放物線のベクトル方程式、まあ、二次形式使えば書けるけど、ちょっと普通の意味での直線のベクトル方程式みたいなのと同じような簡明な形、高校生でも使える形というのはちょっと見当たらないので、まあこれは一次対二次がパラメータ表示しても放物線になりますよということに留めておきます。でまあこの放物線を一般の二次曲線だと思って